市民スタッフの福森です。今年も確定申告の時期になりましたね。今回の特集は税の申告について、上野税務署の内田さんにお話を伺います。内田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに確定申告をする必要がある人について教えてください。はい、個人事業者や会社員で令和4年中、給与の他に一定の金額を超える所得がある人などは確定申告をする必要があります。また令和4年中に支払った医療費が10万円を超えている人や、住宅を購入した人は確定申告をすると納めた税金が戻ってくる場合があります。医療費の申告は年間10万円以下でもできる場合があると聞いたことがあります。そうですね、対象となる年の総所得金額が200万円よりも少ないなど、所得条件により医療費控除を受けることができます。確定申告の対象者についての詳しい情報は、広報伊賀1月号の税の申告のページ、または国税庁ホームページの所得税の確定申告ページにある Q&A をご覧いただくか、上野税務署までお問い合わせください。わかりました。それでは申告の相談なども含めて、税の申告はどこで行えるのか教えてください。はい。今年の申告会場はヒルホテルサンピア伊賀3階伊賀の場です。去年までとは異なりますのでご注意ください。会場では上野税務署、伊賀県税事務所、伊賀市役所の職員が合同で申告書を受け付けます。申告できる期間はいつからいつまでですか？2月16日木曜日から3月15日水曜日までです。会場の開設時間は午前9時から午後5時で、受付は午後4時に締め切ります。なお、土曜、日曜、祝日は申告会場は開設しません。また、申告会場の開設期間中は、上野税務署、市役所本庁舎と各支所の窓口では申告相談は受け付けませんのでご注意ください。現在もまだ新型コロナウイルス感染症の影響が心配されますが、確定申告の手続きに何か注意点はありますか？はい、今年も感染防止対策として会場に入る人数を制限させていただきます。会場に入場するためには入場整理券が必要で、整理券には入場できる時間帯が指定されています。入場整理券は申告会場で当日に配布します。ただし来場者数が多い場合、翌日以降の来場をお願いすることがあります。なお、 LINE アプリを使い国税庁を友達登録することで事前に入場整理券を入手することができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。新型コロナウイルスなどの感染拡大防止のため、来場の際には必ずマスクを着用し、検温や手指の消毒へのご協力をお願いします。わかりました。ところで、確定申告書を作成するとき、記入方法や計算の仕方について頭を悩ませる人も多いと思います。そうかもしれませんね。国税庁のホームページをご利用いただくと、画面の案内に沿って入力するだけで確定申告などを簡単に作成することができます。スマートフォンを利用した申告はとっても便利ですので、特におすすめです。そうなんですね。では手順を教えてください。はい、国税庁ホームページのトップページから令和4年分確定申告特集に進むか、画面の二次元コードをスマホで読み込み、確定申告書等作成コーナーへアクセスしてください。まず作成開始をタップし、作成する申告書等の選択と送信方法を選択します。送信方法はインターネットを利用し、24時間いつでも申告が行える e-tax がおすすめです。次に収入・所得金額や控除等の入力です。給与収入や医療費控除、寄付金控除などの収入や控除を入力することができます。最後に申告内容の事前確認・送信です。帳票表示・印刷をタップし、内容を確認したら送信しましょう。
申告書の控えはスマホに保存されますので、後で確認することもできます。スマホで申告書を作成し、e-Tax で送信すれば、会場に行かなくても申告できるのがいいですね。そうですね。例年、申告会場は大変混雑します。新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染リスクを避けるためにも、ぜひスマホ申告をご利用ください。また、今年からさらに便利な機能が追加されました。スマホ申告では、給与所得の源泉徴収票を撮影することで、記載項目を自動入力することができます。また、個人事業者の青色申告決算書や収支内訳書もスマホで作成できるようになりましたので、ぜひご利用ください。わかりました。それでは次に申告会場に行く場合について、準備するものなどを教えてください。申告会場で手続きを行う場合は、税務署や市役所から送付された確定申告書やはがき、マイナンバーカードなどのマイナンバーがわかる書類、所得や控除される金額を証明するものをお持ちください。所得を証明するものとは、営業、農業、または不動産の収入がある人は自宅で作成した収支内訳書または決算書、給与、年金、または配当などの収入がある人は源泉徴収票や支払い通知書などです。また控除を証明するものとは、支払い保険料などの証明書類や領収書などです。例年、国民健康保険税などの支払いが分かる書類を忘れる人が多いので、必ずお持ちください。医療費控除を受ける人は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して記載した医療費控除の明細書を必ず事前に作成し、会場にお持ちください。明細書は国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して作成することもできますので、ぜひご活用ください。去年確定申告をした人は、去年の確定申告書の控えがあると参考になりますので、ぜひお持ちください。わかりました。その他注意点があれば教えてください。はい。ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした人が、確定申告または試験民税申告をする場合は、ふるさと納税をすべて申告する必要があります。また消費税の申告をする場合は、軽減税率制度の実施に伴い、所得税の収支内訳書および決算書から消費税の申告書は作成できませんので、事前に区分経理を行い、課税取引を適用税率ごとに集計する必要があります。その他、確定申告に関してご不明な点は、国税庁のホームページをご覧いただくか、上野税務署にお問い合わせください。わかりました。ところで、毎年申告会場までの無料送迎バスが運行されていますが、今年も利用できますか？はい。今年も市内各所から申告会場のヒルホテルサンピア伊賀まで無料送迎バスを運行します。市役所本庁舎、上野支所を除く各支所、一部の地区市民センターなどへ発着しますので、ぜひご利用ください。運行日時や発車時間は、広報伊賀1月号に掲載しています。詳しくは課税課または発着場所となる各支所、各地区市民センターまでお問い合わせください。また、上野支所を除く各支所管内にも申告会場を設置します。開設日なども広報伊賀1月号に掲載していますので、ご確認ください。わかりました。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。はい。確定申告に関する相談やお問い合わせは、上野税務署電話 21-0950 までお寄せください。自動音声によりご案内しますので、確定申告に関するご相談で0を選択してください。確定申告電話相談センターの担当者が相談にお答えします。試験民税の申告や相談、この放送に関するお問い合わせは、伊賀市役所課税課、電話 22-9613、ファックス 22-9613
9618までお寄せください。今回の特集は税の申告について上野税務署の内田さんにお話をお伺いしました。内田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。